海と日本プロジェクト in 三重県、宮本あずさです。あなたは海に親しみを感じますか？日本財団が実施した海と日本人に関する意識調査の調査結果が7月15日に日本財団で発表されました。この調査では日本人の海に対する感情や認識がどのように変化していくか、さらに社会の動向や情勢によってどのように変異するかを定点観測し、世界的な海洋危機が叫ばれる中、現在の日本人の海への意識、行動を明らかにし、日本人と海との関わりにおける課題を考え、今後の海との関係性を向上させるために実施しました。海に親しみを感じると答えた人は全体の 37% で、2019年に行った調査より7ポイント下がりました。また海への訪問日数については1年に一度も海に行かなかった人の割合が2019年が 33% に対して2022年は 45% と大幅に増加しました。この原因として新型コロナウイルスによる行動制限があると考えられています。特にコロナ前と比較して野外での活動が減ったと答えた人はほぼ半数の 43% となりました。続いて子どもの頃の海体験についてです。7割の人が子どもの頃の海体験が大切だと答えた一方で、自身の子には十分に海体験を提供できていないと8割の親が回答しました。子どもへ海体験が提供できない理由として、海までの時間や子どもと休みがなかなか合わないなどがありました。海への問題意識も聞きました。海洋問題の認知度が2019年と比べて全体的に10ポイント前後高まっており、国民全体に浸透してきていると感じました。この結果を受けて日本財団の海野光幸常務理事は、海へ行く機会と海への意識というところにつきましては、海の訪問する頻度と海への愛着関心には相関関係があるということが分かってきます。でコロナにおいて低下したこの海の訪問頻度を今後増やしていくこと自体が、課題だということが、分かって、まいりました。また日本財団の笹川洋平会長はこの調査を受けて、海と日本プロジェクトに参加してくださった方は正確に数えますと269万人の方々が参加をしてくださいまして、海洋問題というのはこれから500年1000年先を考えますと人類の生存に関わる基本的な大きな大問題でございますので、これはやっぱり政府も官民挙げてですね、海洋立国日本としての意識と行動を伴っていただきたいと。海と日本。チャンネル登録よろしくお願いします。